6月23日、日曜日に開催されたキックボクシングイベント、ノックアウトカーニバル2024スーパーバウトブレイズ、東京、国立代々木競技場第二体育館に、エッジカップ、グラビアアイドルの要愛が登場。童顔チャーミングながら日韓的なボディでラウンド間にウォーキング、激しい戦いに花を添えた。フォト、彼女のグラマーなラウンドガール姿、清楚日韓、 な水着姿も。要はグラビアアイドルやレースクイーンとして活躍し、22年にシュートでラウンドガール経験も持つ。リュウが五くセブンガイデンにも出演し、実際にゲームオタクとしても知られる。ノックアウトガールズには、24年度からの新メンバー5人のうちの1人として選ばれ、今大会が初登場となった。今大会の翌日24日に、 要は SNS で、ノックアウトハイスクールで勉強したふん、選手の背景や思いが重なって、一戦一戦がとても見応えのある試合になりました。KO の瞬間、叫びすぎて普通にオタクになってた、と、迫力の試合に思わず、元が出てしまったとコメントした。今大会では、ベストファイターとして元日本ボクシング暫定王者の中島玲が選ばれ、ノックアウト2階級制覇。 バズーカ後期にキック2戦目にして衝撃 KO 勝利。さらに、これも MVP に選ばれたクリア気象青桐はグラウンドでも打撃ありの新ルールノックアウト・アンリミテッドでライジンファイター中村優作を左フック一撃 KO 勝利。またワンロー勝利を重ねるノックアウト・ブラック・スーパーバンタム級王者古木聖也がまたも豪快な初回 KO 勝利を収めるなど。 見応えのある KO が続出していた。要は、次回は4分の8後楽園ホールです。応援よろしくお願いします、とも投稿しており、8月大会にも登場予定のようだ。8月は、今大会で無敗の流星を倒しに階級制覇を達成した18歳、久井広村ノックアウト勢が、カンボジア武術、クンクメール、との 3v3 対抗戦などが行われる。